阪神の2020年ドラフト2023年シーズンのみで合計 16.4 稼ぐ。1位の佐藤、2割5分、20、78、OPS814、2位の伊藤、140回、10勝5敗3完投、防 2.31、5位の村上、133回、10勝5敗2完投、防 1.76、6位の中野、2割8分9厘、2、38、OPS703、18盗塁、8位の石井、38登板37回、18ホールド、防 0.79。何この神ドラフト。おう、佐藤 3.4、伊藤 3.8、村上 4.8、中野 3.7、石井 0.7、計 16.4。この年だけで、レギュラー2枚ローテ2枚入ってる、事実恐ろしいわ。阪神のスカウティングと、投手育成能力はガチ。7位の人はまだまだ若いから、ともかく3位と4位はいかんでしょ。栄田さん歯型が強いし、バンドも上手いし、佐藤のメンタルトレーナーなのでセーフ。伊藤、ハズレ1位クラスで評価してたのは、阪神だけだったっぽいし、スカウトは鼻高だかだろうな。最近はドラフト当たりまくりやな、方針変わったんやろか。ドラフトが上手いのか育成が上手いのか、またはその両方か、Y の B 級球団が持って、ないセンスを全て持ってる。